こんにちは、兄です。今日ですね、スイカの発売日です。超巨大鎧、デラックススイカアームズ、大玉ビッグバン、買ってきました。値段はですね、ビッグカメラで4780円でした。予想より結構大きいです。裏面見てみましょうか。こんな感じですね。アームズチェンジシリーズ集めて遊ぼう。別売り商品と連動。別売りのアームズチェンジ01仮面ライダーガイムオレンジアームズに兜を被せると目の中が変化。アームズチェンジ03仮面ライダー龍玄変身。なんとアームズチェンジシリーズフィギュアもスイカアームズに変身可能。おー、いいですね。みんな入れるんですね、これは。3モードに、完全変形、大玉モード、ジャイロモード、鎧モード。これは楽しみ。とりあえず、ちょっとね、いろいろギミックがありそうなので、いきなり開けてレビューは危険な気がするので、詳しいレビューは後でちゃんと作ってあげたいと思いますので、とりあえず今、サクッと開けて中見てみましょう。それでは開封します。はい、出ました。すごい緑ばっかり。あ、ガイムもついてるんですね。さすがデラックス。あ、このガイムちょっと違いますね、バージョンが。パッと見で何が違うかって、かなりチャチーです。目がクリアで抜けてないし、なんかあんまり塗られてないですね。あ、背中になんか変な突起もついてます。ちょっとチャチーガイムがついてるみたいです。で、鎧があって、あ、これ被るんだな、これ。わー、楽しみ。これ組み立てると結構いいサイズになりそうですね。これぐらいな、手でこんな感じで持つサイズになるのかな。ここが、これがなんか前にパカンと開くような感じなところっぽいので、こう持つと、そうですね、グレープフルーツ、本物のグレープフルーツぐらいの大きさになりそうな予感です。おー、わー、落ちる。それではですね、ちゃんとしたレビュー、多分12時間後ぐらいに上げれると思いますので、楽しみにしていてください。いや、すごいな、これ。おー。